今週はチャンスがありそうです。しっかり準備して、今まで準備してたから特別今週やること変えないって言いたいけども、いつもよりもさらに準備して特別で、特別ウィークってことで、試合に出たらめちゃくちゃ活躍できるように、いつも通りのプレーをやるというよりかは、いつもの 2,3 倍普段練習やってなかったら試合でできないっていう人がたくさんいます。その通りです。その理論でいくと、もしかしたら微妙かもしれない。しかし、そこを奇跡起こすのが、にわか YouTuber の YouTube、にわかコメディアンの役目。しっかり、まず、ガンガン動けるように、食事から改善したいと思います。普段食べてるものよりもさらにいいものを食べ、高麗人参、魔王、リポビタンデー、この辺はに気をつけながら、しっかりとした食事をとり、試合で 300% 出せるように、普段のかける3倍出せるように気合い入れていきたいと思います。心なしか、日差しがいつもよりいい感じで当たってるような気がします。心なしか、いい感じの日差しが当たっているような、そんな気がします。今後ろからチームの一番の若造にパッシングされ、舐められるという事態が起きていましたが、そんなことはとりあえず今週サッカーに集中し、忘れたと思った頃にあの時パッシングしただろうと、再来週あたりに詰めると、後輩を詰めるというようなルーティンでいきたいと思います。もう手羽先の油を食わねえ、パン食わねえ、米しか食べない、ブロッコリー、緑黄色野菜のオンパレード、こんなような1週間にしたいと思います。塩取らねえ、いや塩は取る、塩は大事、とにかく早く寝て、クーラーつけず、クーラー3時までつけて、めっちゃ車混んでんな、ちくしょ、見ててくれ俺の生き様、それだけの短期間で完成させたというのはね、すごい労働だった。マスターですね。で、例えばテスラとかっていうのは、最初に買ったものはすでに 100%。あ、そうそうそう。
ゃマジ実家で損してるからさ、細かいからさ、いや結構俺を選別したのね。チーム入ってきてこの人は使えない使えないんだよ、さあさあの時言ったら早くなこの人と別にご飯おごってくれればついていくもただそれだけかなっていう。あ、そういうね、うん、そうそう、ケーキとかじゃなくて、あとその楽しいこと、うん、楽しいもそうだけど、でもトータル含めてやっぱ基本的にシャッター自分が認めてないと追いついていかなかった。俺いいさ、断ったな、むぜえ、むぜえ、むぜえ、後輩。いや、それ言えないんだ、自分だから線引きっていうか。あ、お前、オーラがすごいんだよこいつ、オーラすごいもんやいけどな。いや、こいつ、オーラ全然ないけど、もうやばいからね、マジで。全然ないですか。怖いっす。いや、なんかこう知らん人が見たらさ、あ、よさわやってなる。そう、試合見てたって思うやん。いや、全然オーラない。いや、普段ないっすけど、ない、ない。でもあれっすよ、そこが矢田さんのいいとこっす。いいとこではねえだろね。だって誰でも俺らが楽なところ使い比べる。そう、早いな。ホルモンはゆっくりやる。まだひっくり返してない。今見ただけです。そこだよな。お前俺に対して強いな。強いな、俺に対して。何してんすか俺に。してんすか。高校、中学生もいない。調子いいっすね。ウォーター無理だよね。すいません、了承。カード番号控えさせてもらっていいですか。いや、やめろよ。お前ら3人結構送ったな。もう領収書は名前どうされますか。名字、名字。だから名前ないんや。名字も。これが決まりですか。名字だ。領収書は何回しますか。俺がめっちゃ面白い。お前ら結構食うたな。すいません、明日から田んぼや。明日から田んぼや。どういうこと。田んぼ行きます。美味しかったね、おにぎり。明日から頑張ろう。
明日からなんすか。頑張ろう。トンボじゃないか。使えた？どう？切れる？マジ？エリオ。38度。ただいま38度。冬のスポーツですよ、サッカーは。死んじゃいますよ、選手。暑くない、涼しい。 I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. え？それはやばいよ、じいちゃん。これから、愛媛まで遠征行ってきます。初メンバーインなんで気合い入れて行ってきたいです。行ってきたいっすとか言って。今洗濯機回してます。時間が練習終わってあと30分しかないんで、めっちゃ急いでます。とは言っても後輩がうちまで迎えに来ます。そして遠征行く前に傭兵にもらったこのマイの飲んで験担ぎというか、栄養だけじゃなくて験も入ってます。蜂蜜は入れません。今日はシュッとした感じで行きたいんで、明日。そういうこと？え？そこ？ドアこれです。すいません、そこです。すいません。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。全然違います。全然違います。当たってるんですか？これはいつも僕が遠征の時に飲んでいるボスのレモンティーです。俺今年遠征行くの何回目やってる？その時言ったカメラ行った。いや初めて。いや初めてやない、影ダメダメ、初めてやない、影できない、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 できない。いつも遠征の時に飲んでるクラフトボスのレモンティーです。福山です。アベノマスク、福山城あ、ムービー会、アベノマスクです。焼き鳥の鉄板みたいなのあったね。3つ飯どこ？仕方ないっす。3つマングローブ上がれない。おえです。めちゃくちゃ良くないですかこれ。超綺麗。はい、バスルーム、このような感じになります。住みたいね。うーわ広い。お外の景色になります。今治タオルやん。今治ってタオルの気配ないな。マリーゴール、明日試合なのですよ。音声届いてるでしょうか。皆さんこんばんは。今8時25分です。今からお風呂入ります。そして
水分いっぱい取って早く寝ます。特にございません。今日は明日頑張ります。ちょっと緊張してます。おやすみなさい。のぶの山さん、おやすみ。忘れた。おやすみ。のぶの嫁さん。部屋の、鍵中に入れたまま出ちゃって1217のとこじゃなかったっけ。1217、星原健太です。ちょっと見てみるね。17かな、ここ。あ、そうです、はい。はい、お願いします。失礼します。どうしました。どうしました。鍵にあれ、遠征慣れでもこれ撮らしてるって、いやらしい。いやらしいけど、マジで忘れてたからな。遠征慣れしてん。いや、今年。はい。俺今年何回目やった遠征。1回目っす。え ?1 回目っす。あ、どうやって突っ込むのこういう時。後輩にやらすくせに。後輩にやらす。間違えた。順序間違えた。順序間違えた。ありがとう。ありがとうございます。いやー、サンキューサンキュー。行ってきます。星原さん、こんばんは。はい、こんばんは。久しぶりに、ちょっといやらしいね、これ。久しぶりに試合に出場できました。結果は引き分けでしたが、少し自分的には一歩、進んだような気になっちゃってます。出場時間多分1分もないぐらいなんですけど、良かったところ悪かったところしっかり分析して映像を切り取って反省したり、次に活かせるプレーできたかっていうのをしっかり分析、時間かけて分析したいと思います。まあ今ちょっと映像を軽く見返しただけでも6箇所ぐらい気になるところがあったんで、それはちょっと自分でまた映像としても編集して動画で上げたいと思うので、皆さんにもちょっと確認してもらいたいなっていうのプレーもあるので、スローインの肘の角度とか、こうもうちょっと振りかぶっとけば、とね、ボール2つ分、ボール1個分ぐらい伸びて早く味方に届けれたんじゃないかとか、まさにマサヘイヘイじゃなくてマサって言ったら、しっかりパスが自分の足元に来てたんじゃないだろうとか、まあ、そういうところをね、しっかり反省してまた映像で確認したいと思います。まあ、今週の動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、ここまで見てくれた皆さん、どうもありがとうございました。試合後、橋さんとも、橋本秀夫さんですね、お話できてガンバの時のことを思い出しちゃいました。いいことも悪いこともまあ橋さんはすごいやっぱり知的で、コンピューターのような頭脳を持った
例えるなら誰でしょう。まあ、だから要は橋さん、今日は僕と久しぶりに絡んでくれてどうもありがとうございました。では来週も動画をお楽しみにください。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。こんばんは。あーもうサクッと終わらしたいねんけどな。ノブ、もうノブの嫁さんしか出てこない頭の中。ノブの嫁さん、おやすみ、グッナイ。